森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。こんにちは、アシスタントのかよです。質問が届いております。40代会社員男性からの質問です。発達障害で国内のバイナリーオプション業者に規制がかけられたとのことですが、どんな内容なのか詳しく教えてくださいという質問が来ております。先生、いかがでしょうか。はい、こちらの質問なんですけれども、はい、まあ、主に、2つ、規制に関してありまして、はい、で、大枠の説明としては2つありまして、まず1個目なんですけど、はい、バイナリーオプションの国内業者が終わった理由ということで、はい、今回規制、国内業者が終わった理由としては、2013年に国内業者に実施された4つの規制が関係しておりまして、はい、で、その規制が、どんなものかと言いますと、1個目が短期取引の禁止。あ、はい、はい、バイナリーオプション取引の、醍醐味といえば30秒ほどで終わる短期取引が有名で、 FX のように、数日がメインの長期取引とうまく差別化ができていましたが、規制により短期取引が禁止になったことにより2時間未満のエントリーが禁止になりましたと。あ、はいはい、実質1日あたり12回以上の取引ができなくなり、短期取引の代わりに払い戻しが少なくなりがちのバイナリーオプションには大打撃になりましたと。はあ、なるほど、はい、で、2つ目が総取りの禁止。はい、はい、総取りとは定められた価格帯の中で判定時刻になった場合、それがたとえハイでもローでも関係なく掛け金の没収が行われる設定になっていましたが、規制によりその総取りの禁止が行われました。一見トレーダーに有利な規制に思えますが、海外業者にはもともとそんな不利な設定はなかったため、大して得はしていませんねということですね。ああ、なるほど、はい、で次に3つ目がペイアウト率の変動性ということで、はい、はい、でバイナリーオプションはそれまで、レートから価格の動きが少なくても多くても固定のペイアウト率で払い戻しされてたんですね。はい、はい、まあ、あの約定レートから価格の動きが少なくても多くても固定のペイアウト率で払い戻しされ、約定レートから少しでも動けば勝ちは勝ちでしたと。あ、はい、ですが規制によりペイアウト率の変動性が実装されたから、されてからは、約定レートから価格の動きの代償によってペイアウト率が変動するようになっていると。なので、まあ、買った時の利益と負けた時の損益を理解してから取引をすることができなくなったと。ああ、なるほど。で、厳しいですね。厳しい、はい、厳しいですね。なんで、まあ、で、あとですね、はい、価格掲示をツーウェイ方式へっていうことで、はい。はい、だからまあこれでいきますと、4つ目ですかね、はい、価格掲示を 2way 方式ということで、それまでのバイナリーオプションはハイかローを予想するだけの簡単な取引でしたが、 2way 方式に、はい、つまり買いと売りを追加して FX の真似事を始めましたと。ああ、はい、 2way 方式が悪ということでは決してなく、事実 FX では 2way 方式が採用されているにもかかわらず人気の投資となっていると。はい、ですがバイナリーオプションはローリスクローリターンの投資ですので、 2way 方式になって取引が難しくなっても損しかないんですよね、はい、ということですね。なるほど、はい、そういうことだったんですね。そういうことですね、
ということで、まあ大体その、バイナリーオプションに関しては、その4つに関して主に規制がかかったと。はい。はい。で、まあ4つその規制がかかってしまったっていうのと、で、まあ、国内バイナリーオプション規制の歴史っていうので、はい。2012年末にバイナリーオプション業者によるワーキンググループの設置。2013年にワーキンググループが自主規制についての最終報告をしまして、はい、で2013年7月3日に内閣府令によって公的規制が導入で2013年7月18日に金融先物取引業協会よりガイドライン発表と、はい、で2013年8月1日より内閣府令によって、公的規制実施と、はい、で2013年8月1日に現行ルールマイナーオプションへの新規参入負荷と、はい、で2013年11月30日に現行ルールのバイナリーオプション停止と、はい、で、まあここまでご紹介した、規制で国内業者の規制で、まあ、2013年11月30日に行われた現行ルールのバイナリーオプション停止により全てが規制がかけられて、その結果 FX とバイナリーオプションを掛け合わせた中途半端な投資が完成してしまったと、はい、まあ、つまりまとめるとこの規制によってバイナリーオプションは FX との差別化が崩れて現在の終わった投資になっちゃったということですね。あ、なるほど、はい。で、まあそれでですね、まあじゃあ、どうしたらいいかというところで、まあ、規制がかかってないバイナリーオプション取引をする方法ということですね。はい、はい、で、まあ、要は規制がかかっていないバイナリーオプション取引をする方法はたった一つで、海外業者で取引をすればいいだけと。ああ、はい、なるほど。国内ではなく海外の、はい、海外のバイナリーオプションには規制は確かにかかりましたが、それは国内業者に限ったことで、海外の法律で運営する海外業者では従来のバイナリーオプション取引を楽しむことができるということですね。はい、はい、なんで、海外業者、まあ、だから国内のバイナリーオプションはちょっと、もう難しいんで、やるとしたらもう海外のバイナリーオプションを、やると。ああ、なるほど。またでも海外だと大変ではないでしょうか。はい、調べたりとか、ちょっと下積みがいろいろあるんではないでしょうか。どうでしょうか。あ、まあその辺はありはしますけど、でもまあ無料のデモとかもあったりとかするんで、まあそれで事前に練習とかをすれば、いきなりリスクが、あるわけでもないので。あ、そうなんですね。はい。なんで別に海外だったとしても、ちゃんとまあ、デモトレードもできますんで、それで練習もしつつ、まあ、細かい、バイナリーオプションについての取引とかについて勉強して、研究していけば、まあ、十分利益も得られるということで、まあ、その辺は安心して始めていただければいいかなと。あ、そうなんですね。はい。いうことですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、まとめとしましては、まあ、国内バイナリーオプション業者は、まあ、終わってしまったんで、はい、従来のバイナリーオプション取引をしたいなら、海外業者で取引するしかないということですね。はい。はい、で、まあ、回答は以上になります。はい、ありがとうございます。はい、本日は40代男性会社員の方からの質問で、発達障害で国内のバイナリーオプション業者に規制がかけられたとのことですが、どんな内容なのか詳しく教えてくださいという質問にお答えいただきました。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ここで、番組からお知らせがございます。2021年、7月より、本丸ラジライブの、メインパーソナリティになりました。そして、9月の15日水曜日、14時から、本丸ラジライブの公開収録とコーチングセミナーを、開催いたします。で、あと9月の30日木曜日14時から、ホマルラジライブの公開収録と、健康セミナーを、開催いたします。どちらも、9月の15日、水曜日の14時からと、9月の30日木曜日の14時からで、どちらも開催いたします。で、場所の方が、本丸ラジオの、大阪スタジオの方になります。
難波駅から徒歩6から7分ぐらいで、目の前には、なにわ公園があります。ぜひ、来たいと、実際に、まあ、公開収録の見学に来たいという方はぜひ、ヨシシネ IT クラブの方まで検索いただき、メッセージを送ってください。よろしくお願いいたします。番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前ヨシツネ IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.